皆さんこんにちは、ハリーです。バウンティラッシュ楽しんでますか？今回なんですけども、取り入れていたトピックはこちら、赤犬引くべきなのどっちなの問題ですね。いやみんな、昨日シャンクスが登場することは確定しまして、本日25日14時からシャンクスが実装されます。なのでそのシャンクスの前になんとなくなってしまう超絶元キャラクター赤犬がいますよね。その赤犬が引くべきなのか、それとも引かない方がいいのか、これについて見ていきましょう。参考になったら嬉しいです。チャンネル登録よろしくね。それではやっていこう。いやみんなどうだった？まず感想としては、シャンクスめちゃめちゃかっこいい。それそこにつきます。シャンクスめちゃめちゃかっこいいし、そして覇王家も僕レッドモードって呼んでるんだけど、あのレッドモード中バリかっこよくない？あの体の周りになんか孫悟空の覇気みたいな感じでさ、あの赤いのがモヤモヤっとなっててかっこいい。シャンクスかっこいい。もうこれにつきません。あの僕もなんかだいぶ体調も良くなってきまして、鼻に今来まして、めちゃめちゃ絶賛鼻詰まり中です。鼻詰まりしてるのに鼻血が止まりません。大興奮してるわけなんですけども、そんな中皆さんの疑問、赤犬引くべきなのかどうかっていうの気になるよね。みんなね、みんなどう思ってた？赤犬正直引いた方がいいなとか、いやちょっとシャンクス新しいキャラ出たからシャンクス引こうかなと思った方も多いんじゃない？でそんな方のためにね、めちゃめちゃパッと言い切りますと、どっちでもいい、どっちでもいい気がする。シャンクスよりも赤犬の方が多分出る確率としては低いんだよね、ダイヤ数的にも。そして課金して300個ダイヤを消費すれば赤犬は確定するわけだから、正直大学生とかだったら全然赤犬をゲットできる金額だと思うんだよね。100レベルにできるかできないかっていうのは置いといて、だけどシャンクスに関してはまだ赤犬が残ってるこの時点ではいくつで当たるかっていうのが全く見えてない。そしてシャンクスのガチャは1ヶ月間続くわけだから、みんなシャンクスを当てられる可能性は十分にあるんだよね。しかもだ、シャンクスは映画キャラとして登場するはずだから、赤犬よりもレアリティはめちゃめちゃ高い。こうなったらシャンクスは赤犬よりも引くべきキャラなのかもしれないわけなんだけど、それは性能面を見てからじゃないとわかんないよね。さあ早速赤犬の性能が生き残るのか見ていこう。赤犬は猛火もきついねっていう性能になるね。 PS があれば全く怖くない感じになってるんだよ。マグマグとか敵の通常攻撃とかをちゃんと見極められることができれば、赤犬も自利品でシャンクスに対策されちゃうから、流星火山をシャンクスの目の前で撃ったらレッドモードにされちゃって、ずっと状態異常が入らない状態になっちゃうと。赤犬の強みは状態異常マグマグ状態を入れて無条件で3割削っていくっていうのが赤犬の強みだから、そこをねちゃんと立ち回りを工夫しないといけなくなっちゃったよね。レイリーよりは赤犬はシャンクスに対して戦いやすいんじゃないかなと思うんだけど、唯一問題なのが無敵を剥がすのがシャンクスは大変ってことなんだよね。スキル2のチャージスキル兼無敵スキルみたいなのをちゃんと使うことができて、自利品ながらも攻撃を与え続けることができて、赤犬の無敵を3回ちゃんと剥がせれば赤犬にも対抗できるんだよね、シャンクスも。しかしなんだけど、状態異常無効っていうのがシャンクスはレッドモードの時だけっていう風になってて、レッドモード中は新異常状態としてカウントされているっていうことになるので、状態異常を延長させることができる桜花質部会をシャンクスにつけることができれば、このレッドモード中に赤犬のマグマグっていうのを剥がすことができて、さらにはその時に体力に 70% 以上の時はダウンしなくなって、レッドモード中はよろけ無効もつくのでガツガツ攻撃されちゃうと。でさらに通常攻撃は畳んじゃなくて無敵を3回分剥がしにくくなるみたいなことかと思ったら、いや意外とあっさりと無敵を剥がされて吹っ飛ばされる。そして火力が上がるシャンクスの出来上がりみたいなことになっちゃいそうなんだよね。だからつまりここまでをまとめると、ポイントは赤犬が無敵状態中にシャンクスの体力 70% 以下にできるかっていうのが結構鍵になってきそうなんだよね。シャンクスは回復性能がかなりなくて、自分で自己再生していくような性能を持ってない代わりに、体力の 20% 以上の攻撃を受けると 30% 回復するっていう、回復性能でそのほとんどの火力攻撃でさカバーしてるっていう状態になっていて、回復性能自体がかなり乏しいんだよね。さらには状態異常無効っていうのがレッドモード中と限られてしまってるから、レッドモードっていう新異常状態を延長することができるサポート、桜花七部会サポートが現状の緑サポートでは全くないよっていうのがシャンクスには痛手なんだよね。みんなこれちょっとどう思った？緑でしかも異常状態付きで出ちゃったっていうことだから、この異常状態をうまく使うキャラクターであるからこそ、緑のサポート七部会が揃ってないっていうのがシャンクスは結構痛手じゃない？いや僕にとってもね、これはめちゃめちゃ不利じゃないかなって思ったんだよね。どうしてもパーセントを下げることになるし、緑だったら今玄関今日 170% くらいまで行く人も多いんじゃないかな。でも桜花七部会として揃わないから、赤キャラクター青キャラクターのバギーを使う必要が出てきて、パーセントも 1.5 くらい落ちるんじゃないかな。だから 150%
90% くらいになっちゃう。いやそれ以下になるかもしれないよね。そうなったら現状でこのシャンクスの本気の力レッドモードっていうのをガンガン延長できて、かつサポートのパスレートも高いっていう状況を作り出せなくなってるんだよね。いやこれがめちゃめちゃシャンクスの足を引っ張ってる状況なんだよ。なのでここをついてレッドモードじゃない時マグマグにしたいんだけど、シャンクスの目の前で流星火山を使っちゃうとやすやすとレッドモードになっちゃってくださいみたいに言われちゃってるボンなんで、戦う前からジャスカイされないようにうまく通常攻撃を当てながら敵のレッドモードになる方法の一つでもある回避をなくして、無敵がついているうちに体力 70% を削るっていう、ここが戦略になってくるよね。みんなどう思った？いや怒涛に話しちゃってごめんね。でもそれくらい情報量としてはめちゃめちゃ多いんだけど、まとめてみると意外と偏った条件になってくるんだよね。シャンクスの場合はレッドモードが延長できるサポートを七部会がつけるかつけないか問題になってくるし、レッドモードになるためにはジャスカイが必須、そしてスキル2がなくなっちゃえばジャスカイが減らされる状況をいかに削れるかっていう PS 問題になっちゃうんだよね。みんなこれどう思った？ PS でうまくカバーできるのはいいなと思ったけど、 PS かーってならなかった？いや個人的にはなったんだよね。 PS にあまり自信がない人ほどシャンクスはどうかなって思っちゃったんだよね。でもそれでもかっこいいし、新キャラクターで超フェスで映画キャラクター、しかもスキルも楽しそうだし、移動ができるシャンクスだからめっちゃ楽しそう、大興奮ゲーム原宿だね。でもそうなってきたら問題なのは赤犬。赤犬はねここからどうなるかわからないよね。この後の環境でも全然生き残る感じは正直するんだよ。なんでかって言ったらシャンクスに対しては現環境現状でいやどうかなって言われてるだけで、他のキャラに対してはおでんも対策できるし、ロジャーもいける、ユメルフィー、カイドウはちょっときついけど、その他のキャラクターに対しては全然全般的にまんべんなく見れるっていう、その赤犬のカバー力、これは次の環境になっても変わらないから全然引いてて問題ないキャラクターなんだよね。だから環境的にもこの赤犬がどれだけシャンクスに抗えるのか、ここが全部の鍵を握ってるよね。みんなどうか赤犬生き残ってくれ。そして赤犬は引くべきなのかっていうことなんだけど、微妙なラインだよ。みんなどう思った？いや赤犬引かなくていいんじゃねえとか思ったよね。正直ね、300個手に入るし、これから復刻も全然していくだろうし、まあ、直近で復刻はしないから、もしシャンクスが赤犬にバンバン強くて赤犬しかシャンクスは対抗できませんみたいな状況になっちゃったら、次復刻するのは半年後以上だからね。みんなやばくない？半年後出ないんだよいややばいから、だからちょっとここは迷い時だよね。うん、もう赤犬に関しては無敵スキルとマグマグ状態っていう、もう当てるだけで3割確定で削れる最強異常状態、そして遠距離まで届く吹っ飛ばしスキル犬神グレンっていうのもあるわけだから、その3点から見てもそもそもシャンクス以外に対してめちゃめちゃベース性能で強いし、だからシャンクス以外にも強いっていう状況から全然引いてもいいキャラなんだよね。超フェスのシャンクスを倒してやるぞっていう人だったり、特に新シャンクス新キャラを倒したい人だったり、そもそもシャンクスに対してそんな思い入れないわっていう方だったら、全然シャンクスよりも赤いのを引いていいって思います。で個人的には新キャラがシャンクスの時点でシャンクス僕は狙います。もうそれくらいで、ね、かっこいいんだよ、大好きなんだ新キャラ。そしてシャンクスは赤犬よりも映画キャラだからリアリティは高いし、次復刻するのは次の赤犬が復刻するスパンよりもかなり長いことが予想されてるんで、どっちか悩むよねみんなね。だからこの動画を参考にしていただけたら嬉しいです。こっちを引いた方がいいよっていう名言はみんなのダイヤ数に関わってくることだから今回は避けますけど、まあこの性能面を見たら赤犬を引いてもいいと思うし、シャンクスを引いても全然いいと思う。だからみんなこの動画を参考にしてくれ。ということでここまで見ていただきありがとうございました。いやみんなどうだった？正直僕はいや興奮止まんない。シャンクスゲットして赤犬もゲットできたら嬉しいし、なんならベンベックマンもめっちゃ嬉しい。いやー新キャラ最高だよね。 3.5 周年盛り上がってきました。みんなでこれからもバウンティラッシュ楽しんじゃおう。次の動画でお会いしましょう。ではまた。